実際 DNA こそ載っている。前、紅白戦見たけど春の選抜の時の方がええ球放ってたぜ。特徴に欠ける感。決め球ないよな。そもそもどういう投手やったかなって感じ。ここ最近の練習試合見ててもポジれるやつおらん。ドラフトで即戦力ばっかり狙いに行ってたのは結果としては良かったんだけど、付け焼き場みたいなもんで高卒の選手を全く育てきれてないから、世代交代苦しそう。奥川の上位互換ってイメージだわ、今年出てくるんちゃうかな。1年経ってんのに1イニング最速145ってきつすぎる。体が出来上がってた小園を、佐々木奥川式の育成をする必要があったのかは正直疑問。宮城高橋みたいな実戦積ませた方が良かったのでは。いかんのか。正直中途半端に感じる。この1年で伸びてない印象やわ。小園はいいよ、本気出した投球を誰も見たことないクレバーな投手。誰も見てないからヤバいんよ。今のところ、微妙、悪い意味でまとまってる。まだ高卒2年目やが。過保護育成の意味がわからん。試合に出せるレベルにない。実際どうなるんやろな。今年はさすがに2軍でフル稼働させて終盤に1軍経験ぐらいか。前剣とか言われててなんとなくわかる感じがあったけど、そのセンスあるならもう見せてくれてる気はする。前剣はもう2年目から頭角表してたからね。小園はさすがにそこまでの逸材には見えん。ストレートの質がめちゃくちゃいいらしい。先発無理でも藤川みたいに中継ぎで覚醒するかもしれん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。